皆さん、どうも元気ですか？いやー、またまた緊急事態宣言が延長ですって感じですよ。もう一体いい加減にしてくれよって感じなんですけれども、なんかね、もうなんかちょっと暗いニュースばっかりで嫌になっちゃいますけれども、今日はまたまたね、キラリングがやってきちゃいましたよ。もうね、もうみんな今日もね、愉快にね、笑ってもらえたら嬉しいなと思います。それでは今日も始まるよ。ミュージックスタート。タイトルコールをやってみたいと思います。それでは行きます。ヤベリングのゲラゲラゲラリンコごめんなさい、ちょっとよだれがごめんなさい、ちょっと見えてないと言うんですけど、いや今日はおお、なんだこれ、なんだこれ、私がおお、誰がみたいな、私がいたみたいな、ねえ、私喋りますみたいな、そんなボケをかわしながら、はい、いや今日はですね、皆さん、ヤベリンゴの知らない世界、野郎たちとゲラリンゴです。野郎たちとゲラリンゴ野郎たちが出てくるわけですよ。で、ちょっと今日はね、いつもとね、また思考が違うんです。なんかね、野郎たちがですね、俺はこれ知ってんぜみたいなやつをね、すごい今日は存分にね、トークでね、喋っていただき、そしてライブも、素敵なライブもしていただこうと思います。いや、楽しみですね。いや、始まっていきたいと思うんですが、ちょっとですね、一個だけちょっと私、前回のちょっとやる、リンゴのね、ギャラリンゴのちょっと謝罪をさせていただきたいんですよ。すいません、ちょっと、前回ちょっとね、お尻がリンゴになっちゃったりとかして、もう皆さんの、ちょっとお目目苦しい、ちょっと姿をお見せしてしまいまして、大変申し訳ございませんでした。今日はね、ちゃんと透けない感じで、ちゃんと対策して鍛えて大丈夫ですよ、今日は。ちゃんとしてきましたので、はい、まあそんな感じでね、今日も楽しく行ってまいりたいと思います。それでは始まるよ。はい、ではそれでは最初のゲスト様にやってまい来ていただきました、ギター弾き語りの小山渡るくんです。はい、どうも小山です。アマト、こんばんは。アマト、こんばんは。アマトです。アマト来ましたね。今日もこの衣装でね。そうですね、はい、まあ、清掃していきました。清掃でね、はい、はい、してきました。いやー、天戸くん、はい、天戸くんは何を紹介してくれるんですか？今日はですね、早速ですか？早速なんですけども、はい、リンゴさんの番組ということで、リンゴのお話をしていこうかと。リンゴスイーツとリンゴの話を、リンゴスイーツの世界でございますよ。そうでございます。イエーイ、これは何ですか？そしてこれがですね、ちょっと資料を用意してるので、資料があるんですよ。このぜひ、資料を使って、もう伝えたいことがいっぱいあるので、いっぱいあ、時間が足りるかわかんないので、はい、ちょっと早速、はい、じゃあお願いします、プレゼンね。リンゴのスイーツとかリンゴの話ってもうすごいいっぱいあるんで、もう1000分の1ぐらいしか今日は伝えられないですけども、じゃあ皆さんに興味を持ってもらえるような嬉しいですね、内容をですね、お伝えできればと思ってますね。で、ツイッターでですね、聞いたんですよ、皆さんの好きなリンゴスイーツ何ですか？おお、すごい調査してるんですね。聞いたら圧倒的にやっぱアップルパイ。ああ、まあね、そうですね。リンゴメインのスイーツで言ったらアップルパイ、うんうんうん、で、あとはリンゴ飴すごい大丈夫ですか？二大巨頭二大巨頭ですね、スイーツ。で、アップルパイもなんか普通のケーキ屋じゃなくてパン屋さんですとか、いろいろあるんで、そういうのをおすすめしていただいていたかと思ったすごいこれ。なんでこの2つを紹介していきたいと思います。で、都内で恐縮なんですけど、ちょっと私が好きなリンゴスイーツということでですね、すごい、揚げさせていただいてます。すごい、そうなんですよ。で、アップルパイが3つあるんですね。これグラニースミスっていうところと、リンゴっていうお店ですね、まさに有名ね。まずバディーズ、この3つあるんですけども、食べたことあります？あ、このリンゴは、はい、
やっぱり、やっぱり、リンゴだらけにね、リンゴだらけありますね。美味しかった、うん、このグラニースミスっていうのが本当にアップルパイ専門店みたいな感じなので、うんうん、いろんな種類のリンゴ、うん、アップルパイがあるので、ちょっと一回行ってみて、自分の好みのものをですね、ちょっと調べていただけると思うので、うんうんうん、まあ、都内にあります、うん、だってリンゴはもうご存知の通り、はい、うん、のアップルパイの中にカスタードクリームとリンゴのフィリングが入っているということで、めちゃくちゃ美味しいですよね、これ。うん、美味しいこと。すごい美味しいです。本当に3個ぐらい食べれますみたいな。うん、3個も食べれます。3個半ぐらい食べれます。全然大丈夫です。な、さすが。で、このリンゴはカスタードが、うん、本当に美味しいんでね、うん、ぜひ皆さん食べてもらいたい。あとバビーズっていうのもあるんですけども、はい、聞いたことある。これはどっちかというとパイ、うん、いろんなパイのお店なんですけど、アップルパイが一番人気なんで、うわすごい美味しい。食べたい、パイ大好き。もうめちゃくちゃ美味しいんで、うん、食べた、食べた、もうそんな感じです。はい、うん、で、次リンゴ飴知ってる、これも知ってます、うん、うん、プレゼントに、あ、でも自分は食べてないんですよ、プレゼントに、プレゼントに、はい、そうそう、リンゴならってはそう、リンゴ飴ってなんかこう夜店とかね、そういうお祭りのイメージなんですけども、うん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 、なんか洗練されたリンゴ飴を出す大会の、まあ、キャンディーアップっていうやつがあって、ほんと丸々大きいリンゴの飴になってるやつで、テイクカットって書いてあるんですけども、うん、外で持ち歩いて食べたいって時は切って渡してくれるので、うん、食べやすくしてくれるってことです。これもぜひね、うん、チェックしてほしいなと思います、うん、で、次シブースト、シブースト、シブーストご存知ですか？わかんないですね、はい、これあのカスタードクリームとリンゴのケーキなんですよ、うん、食べた、食べたいですね、めっちゃ食べたい、そう、私もこれ結構あのケーキ屋さんであったら頼んじゃうやつなんですよ、ね、うん、そうなんですよ、カスタード選びがちの小山っていう名前を欲しいままにしてるんですけど、渋谷に、渋谷にハンモックっていういい感じの渋谷なんですけど、渋谷なんだ、落ち着いてあの過ごせるカフェがあって、そこで食べれますね、これは行くな、絶対、うん、で最後、これ一番私がびっくりしたんですけど、アップルパイフル、あー、ちょっとこれパイナップル、違うんです、あ、違うんですか、なんでパイナップル果物じゃないですか。アップル違うんですよ。そういう感じなんですけど、ワッフル、ワッフル、サクサクのワッフルにリンゴを甘く煮たやつと、うんうんうん、キャラメルソースをかけて食べる。うん、食べたい。すごいですよ。よだれが。でこれサラベスっていうお店で、パンケーキとかフレンチトーストが有名なお店なんですけども、はい、ここで出してる。ねえ、すごい、もう全部食べたいです。本当そうですね。ありがとうございます。すごい。都内事変がもうこんな感じなんですけど。すごいな。じゃあどこでも都内じゃないと食べれないのかっていう話があるんですけど、違いますと。青森の味はですね、取り寄せできるっていうことで、いろいろ私の知ってる範囲で恐縮なんですけども、この青森のアルパジョンっていうお店と、朝の発酵だ、これ今日持ってきました。ああ、持ってきてくれてる。チーズケーキ。やばい。なになに、じゃじゃんだよ。うわー、これ見せちゃおう。うわー、美味しそう。これしかも冷やしてある、剥いたやつ、剥いたやつ、これ冷やしてる、剥いたやつ、これ貴重チーズケーキで、これ津軽リンゴですね。すごい、チーズケーキ、これもすごい美味しいんで、ね、食べたい、後で食べてください、ね、やったー、嬉しい。で、これがケーキで、あとジュースが2つあって、ジュース聖剣っていう会社の、はい、これハトラズリンゴ、これちょっといただいたこと、言っ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 たこと、うん、であとは、ね、日向で買えたり通販で買えるんですけども、うん、このリンゴジュース、これジョナゴールドって私好きなんですけども、うんうん、富士とかツバリとか王林とかトキとかありますので、いろいろ味のさキャラクターが違うんですよ、長野の話もしますよ、ちゃんと、あ、はい、なんでここら辺はどこでも時に食べれるというものなので、ぜひ、ね、チェックしてほしいなと思います。へー、すごい、リンゴスイーツ、そう、スイーツの話をすると、うん、どうしてもこのリンゴについて話をしないといけなくなるので、うん、申し訳ないですけど、ちょっとリンゴの話をさせて、はい、リンゴの話は欠かせないですね。で、リンゴ視点の、リンゴ視点の
あるんで。はい、してるの。してます、リンゴしてます。まあ、このここは硬いですね、この4つはね。で、国内の生産量が、うん、富士がやっぱ 48%、うん、半分、うんうん、でそれに続いて津軽、王林、ジョナゴールこれでもうほとんどリンゴ国内で四天王ですので、うんうん、これだけ覚えて帰ってもらえればと思います。はい、これはね、それぞれちゃんとあのページ作ってますから。ちゃんとページ作ってます。やっぱ富士はですね、すごい甘み、酸味、食感、まあ、このバランスが最高です。私も大好き。続いて津軽ですよ皆さん。津軽は富士よりちょっとね爽やかな甘み、酸味があって、まさに9月、来月スタコ配信のものですよね。いよいよ食べれるじゃないですか。見つけたらぜひ食らいついてください。お金を払った後で、お金を払った後で食らいついてみて。で続いて王林、青りんごの王様と言われます。はい、でこれは、はい、酸味控えめ、甘み強めなんで、うん、ちょっと酸っぱいりんご苦手だなという方は王林を食べてしまうと思います。はい、これもよく売ってます。で次ジョナゴールドですね、これが。でこれが酸味がちょっと強めなんですね。でその食感がちょっとふわっとして、富士のシャキシャキ感とちょっと違うんですけど、どうしたんですか。いや、ジョナルって言うじゃないですか。ジョナルって言うの、リンゴ界では。リンゴ界ではジョナルって言う。あれってジョナさんのジョナルじゃない。違う、リンゴ界のジョナル。リンゴ界でジョナルっていうのはジョナゴールドを食べるって。そうなんだ。そうですよ、そうです。ジョナルんだ。でこれ皆さんの声聞いたらやっぱ圧倒的に富士が多くて。あ、まあそうですね。もうこんなに書いてもらって、富士富士富士ってコメントもあって。これツイッターの、ツイッターの、とうとう正気を失ったかみたいな感じなんですけど、富士ですかね。そのまま書いてる。これ哲夫さんだったかも。哲夫さんか。で富士以外もちゃんといたんですよ。シナノゴールドって。あ、シナノゴールド食べたことありますか。シナノゴールドありますね、黄色いやつね。うん、これもめちゃくちゃ美味しいんで、あのこれもスーパーで結構売ったりとか、見つけて見て買ってほしいなと思います。はい、まあ、こんな感じでざっと。うわ、すごい。とりあえず説明することは10分に収めたらそうみたいな。あ、すごい、ぴったり、ぴったり10分で。ぴったりも収めたらそう。素晴らしい、ありがとうございます。いや、本当に勉強になりました。資料まで作っていただいて本当にありがとうございました。すみませんでした。いえいえ、はい、それではね、まあ、リンゴの話ばかりしてもね、あれですから、一応アーティスト様ですから、曲をね、はい、歌っていただきたいかなと思うので、曲紹介の方お願いします。はい、最近サブスクで配信になったテンパリングです。はい、はい、以上でよろしいですか。はい、聴いてください。それでは小山君ありがとうございました。ありがとうございました。それでは曲の方どうぞ。
日本人の大体の人が好きだと思うんですね、うん、嫌いな人だ例えば
リンゴさんは何ラーメンが好きですか？私ね、豚骨。あ、豚骨が好きですか。はい、大好き。まあ、一般的に一蘭であるとか、ね。一蘭ね、はい、行ったことあります。はい。まあ、ね、すごく、僕もね、ラーメンは多分3歳からラーメン食べてるんですよ。あ、3歳からね。はい、おやつがラーメンだったんですよ。おお、チキンラーメン的な。いや、チキンラーメンもそうですし、うん、札幌一番、特に塩ラーメン。あ、塩で、わかるわかるわかる。私も大好き、塩、はい、札幌一番ね。本当にね、あれはいつも常備してる。わかるわ、わかります。はい。もう、はい、もうあれは目的ですよね。そうなんです。はい。で、やっぱりね、ラーメンについてなっちゃうと、うん、ね、いろんなラーメンが僕、まあ、都内にあるんですけども、まあ、僕は醤油、味噌、塩、であったりとか、まあ、あと二郎系であるとか、二郎系来た、まあ、北方とか、まあ、いろんなラーメンが好きなんですけども、私が知りたいやつですよ。あ、二郎系、二郎系は食べたことあります？二郎系ね、昔実は一回だけあるんですけど、はい、よくわかんないんで連れてってもらって、それ言われたのを食べました。じゃあその時は完食できました？完食ちょっと厳しかったですか？ちょっとでも激にちょっと多分あの頑張ったと思います。頑張りました。はい、はい、だって怒られちゃうんですよね。頑張ってると思う。そう、実はですね、二郎系の食べ方があるんですよ。で、それはね、まず皆さんに一応言っておきたいんですが、二郎は戦いです。戦い、はい、食すんではなくて、うん、いかにあの二郎系ラーメンを完食するかということに最優先、その戦略を得て挑むわけです。なるほど。だから戦略なしに、うん、やっぱり二郎系ラーメンを初めての人が完食するのはかなり難易度が高いんです。で、そのためにもですね、二郎系のラーメンありますよね、うんうんうん、まず一つに、はい、チャーシューは一番最初に食べることです。そうなんですね。そうです。チャーシューって二郎系って大体でかいんですよ。特にね、慶応大学の前の、うん、ラーメン二郎本店なんかは、うん、マジですごいのが出てくるんですね。はい、角煮じゃねえかっていう、角煮的な感じなチャーシュー、あれを最後まで残しちゃうと、うん、かなりきついんです。ああ、そういうことか。なので先にチャーシューを食べる、うんうん、そしてその後野菜を食べて、うんうん、麺が見えてくるんですよ。そのうち麺が見えてきたら和えてください、絡めてください。あ、絡めるんです、はい。でまあ、その前にもやしとか食べる時にも絡めてください、うん、なぜっていうのは、うん、味がないんですよ、やっぱりもやしとかだけなので、うんうんうん、なのであえて絡めて、うん、で、うん、なおかつですね、うんうん、チャーシューを食べてもやしを食べるまでのスピードをなるべく早くしてください。なんで？となると、うん、要するに満腹中枢が働いてしまうんです。これすごい大事です。なるほどね。だから急い、そこ結構気が張らないで急いで食べてください。そうじゃないと最終関門の麺にたどり着けないです。たどり着けない。これ大事です。そうですよね、伸びちゃうし。そうです、で関門はそこです。いやいやいや、これ大事だ。大事ですよ。皆さんメモりましょう、メモりましょう。はい、チャーシュー、もやし、そうなんです。なので急いで食べるね、チャーシューもやしとね、食べましょう。まあ、二郎系はそういう。なるほどね。はい、そうなんですよ、うんうん。そして北方、はい、北方って言いました。はい、北方。北方ラーメン的なもの。まあもう好きですね。はい。やけどしながら食べてます。やけどしながら食べるんかい。はい、ありますあります。え、した。まあそうです、暑いです。佐野ラーメンとかと同じように暑いんですけど、ね。なんで暑いんでしょうね。わかりません。わかりません。だってみんなが毎回やけど。そういうもんだと思います。そうなんですね。やけどに注意って感じですね。そうです。あ、そうなんですね。猫舌の方はちょっと注意ですね。うん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 、そんないろいろおすすめありますけど、都内でじゃあ、はい、ナンバーワンラーメンって何だと思う？何ですか？これはですね、早稲田駅前にあるメルシーっていうラーメン屋があるんですよ。メルシー。はい。これは本当にドストレートな、うん、醤油ラーメンなんですよ。でしかも中華食堂的な、佇まいの本当にもう食堂なんですよ。へえ、早稲田駅、東西線早稲田駅を出て、うん、もう2、3分で出るんですけども、そこはまず、400円なんですよ、普通のラーメン。400円、安っ。安いでしょ。安い。で
すごいボリュームなんですよ。ボリュームがで、しかもこれで大盛りにすると確か460円になるんですよ、なんでしょう、だからワンコイン500円でお腹いっぱい食べる、うん、最高。そして学生さんにもいいですね。そう、学生さん、やっぱりその早稲田高校前なんで、うんうん、学生さんがすごい来るんですよ、うん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 、で、なので、でしかも醤油っていうと、うん、やっぱりこうあっさりして言ってるのがあるじゃないですか、うんうんうん、それはもちろんなんですけど、うんうんうん、スープと絡めて麺をこうね、食べた時に、うん、なんていうんですかね、鼻から抜けるんですよ。鼻から抜ける、すごい、その芳醇なんですよ。食べて、僕は、まあ、これはあの、なんでしょう、これ正直に言いますけど、うん、醤油ラーメンというか普通のラーメンであんなに感動したラーメンはないんですよ、その二郎系とか味噌とかいろんなの食べてきました、うんうん、美味しいっていうのはいっぱいあります、うんうん、でもじゃあ一つこれを最後の晩餐にしたいなってなったら、うんうん、僕はメルシーなんですよ。すごいですね、うん、なんかその、うん、もう絶対に何でしょう、ここはもう 100% 美味しいのは分かってるので、うんうん、なるべく一人で行くようにしてます。へ、そうなんだ、もう堪能したくて、うん、人の人を堪能したくて。へえ、もうだからスープも美味しいし麺も美味しいし、全てです、もう全てがもう完璧。女性の方はもやしそばとかもあるんですけども、あ、いいですね、もやしそばも確か420円とか、うん、安い、めっちゃ安い。大盛りにすれば480円とかなんで、それじゃもう大人気で行列ですか。行列です、だから分かります、あの、うん、駅から出たら、うん、あれがメルシーだって分かります。へ、並んでるんで、うん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 、あのなのでもう、うん、なのでね、うん、これを機にですね、私とメルシーに行きたい方はですね、うん、こちらまで、宛先こちらまでね、言っていただければと行きたい、てっちゃんとね、みんな行きたいよね。いやありがとうございます、はい、はい、てっちゃん、醤油今出ましたけど、本当は味的には何が好きなの？これが、うん、何が一番好きかっていうと、多分醤油豚骨なんですよ、うん、あ、醤油豚骨か、うん、でも全部はいけます、全部いける、うんうん、全部いけるけど、うんうんうん、そう、醤油豚骨ですね、うんうんうん、なるほどね、はい、いやいやいや、ちゃんとあの、はい、楽しくラーメンの投稿してきましたが、そうですね、いやいやいや、今日はですね、はい、ま、ラーメンでは、ラーメンではなくじゃなくてラーメンもいいんですけど、ラーメンです、はい、あの、ウォーターをね、歌っていただきたいと思って、今日はね、アフリさんじゃなくて、はい、あの、ね、ウォーターさんの、はいはい、今日歌っていただく曲の方をね、はい、ぜひ、はい、あの、紹介していただけますか。あ、皆川哲夫でトワイライト、はい、です。あ、何かそれで題名だけでいいですか。いいですか。ちょっとなんかラーメン、あっさりラーメン系の感じのやつ見てたでしょ。あ、もう大丈夫、ちょっと待って、大丈夫ですか。多くは語らないスタイルなんで失礼しました。いいです。ではこの後はてっちゃんに歌っていただきましょう。今日はありがとうございました。はい、じゃあそれではてっちゃんの曲どうぞ。さようなら、そんな風に
して暗い暗い暗い痛い暗い初期のゲームから今最新のものでもう35周年そんなにやってるんですか。そんな長いシリーズなんですね。今一番古いので、ファミコン、ファミコンで出てて、で一番新しいので任天堂スイッチで、ゲームのシリーズが出てます。じゃかなり本数多いんですかね。結構多いですね、もう何本ぐらいでしょうね。結構本当に多いです。その多い中だね。全部はやってないんで、その中で好きな、ね、はい、今日はおすすめのゼルダ、おすすめベスト3を、教えてくださるんですね。はい、持ってきたんで、はい、じゃあ早速いや、もう早速、はい、ゼルダはどんな
ストーリーがあるんですか。あ、そうですね。はい、じゃあまず3位が、はい、じゃーん、はい、ゼルダの伝説時のオカリナ、時のオカリナ、はい、すごい絵描いてくれてね、フィリップ、オカリナの絵を、時のオカリナなんですけど、これは、もう20年ぐらい前のゲームです。任天堂の64っていう機種のソフトになりまして、ゼルダの伝説ってまず、アクション RPG なんですけど、そうなんだ。あの大体シリーズ通して、ゼルダ、まずゼルダっていうお姫様がいて、あ、お姫様なんですね。お姫様なんですね。あ、そうなんだ。なんか妖怪系かと思って名前書いてあるんですけど、あのゼルダは主人公じゃなくて、そうなんだ、はい、ゼルダっていうお姫様を、はい、リンクっていう勇者が、まあ、魔王ガノンっていうのがいて、その魔王のに捕まったゼルダをリンク、勇者のリンクが助けに行くっていうのが大体 あのシリーズの大枠のストーリーなんですけど、なるほど、わかりやすい、はい、うんうん、なんですけど、でこの時のオカリナっていうのが、その64、任天堂64っていう機種のソフトで、で、あの今ゼルダの伝説ってそういう 3D ポリゴン あのゲームが主流なんですけど、それの一番最初の 3D ポリゴンのゲームですね。すごい、じゃあもうこれ。なので、僕が小学校の時に一番最初にやったゼルダの伝説のシリーズのですね。なるほど。はい、なんで結構思い出深い。ね、思い出深いということで。はい、うん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 、はい、なるほどね。じゃあ次。はい、どんどんいっちゃいますか。次は2位ですかね。そうです。はい、第2位です。はい、第2位、じゃじゃーん、はい、これが、ゼルダの伝説、風のタクト、風のタクト、はい、タクト、これですか。あ、そうです、うわー、はい、なんかさっきのオカリナだったんですけど、オカリナは吹いたりとか奏でたりして、うん、ゲーム攻略するんですけど、そういうこと、楽器系をやる人なんですか。楽器系もあるんですけど、今回アーティスト、こっちもタクトでタクトを振って、うん、そのいろいろ攻略したりしていくんですけど、大丈夫かな、全然説明できてないわ。すごいのかな。なるほど、ね、シャキーンって投げたり、そうって言われて、このシリーズは海が舞台でして、はい、海が結構海賊みたいにこう大海原をいっぱい冒険していくっていうゲームなんですけど、船に乗ってね、はい、これが第2位ですね。これ結構、お宝探しとかいろいろ細かく、なるほど、はい、いろいろ探検できて面白いなと思って、探検しながら戦っていくんですか。そうですね、はい、僕が結構ゲーム内のいろいろこう隅々まで探検したりとか、隅々まで調べ尽くしたりするっていうのが好きな方なので、結構海の中の宝物、あ、海の中にもう泳ぐんですか。なんかこうサルベージしていくっていうんですかね。サル、サル、サルベージ、アームで宝箱を釣り上げるみたいな。釣り上げるんだ。へ、はい、面白い。要素もあるゲームなんで。へえ、うんうん、はい。なるほどね。戦うだけじゃなくてね、はい、見つけるとかね。そうですね。これやりたいですね。はい。うんうんうん。これが結構前ですかね。10年以上前のゲームで、任天堂のゲームキューブ。ゲームキューブ。はい、ソフトですね。はい。ははい、はい、大丈夫ですよ。じゃあ次、いよいよ1位ですね。1位ですね、ゼルダの伝説の、はい、第1位、第1位、じゃじゃーん、はい、ゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルド。すごいね、急になんか名前がなんか強そうな名前になりましたね。強そうな、ワイルド、ワイルド、ゼルダ、ワイルド感じなんですね、はい、これ一番今のところ、うん、最新じゃないんですけど、結構新しい方のソフトで、任天堂スイッチから出てる、うんうんうん、ゼルダの伝説ですね、うんうん、はい、これマスターソード、ゼルダの伝説の中で出てくる、うん、シリーズの中でいつも出てくる、うん、象徴的な剣ですね。剣、これで戦うんですね。これで戦います。すごいですね、はい、なんか思うのね、思ってる感じですよね。1位が刺さるね、熱い感じで、はい、これ、まあ、どんなゲームかっていうと、はい、今までよりも、まあ、今までと大体システムは一緒なんですけど、その 3D ポリゴンで、まあ、剣と
盾を持った主人公が、うん、あのアクション戦って、うん、攻略いろいろ謎解きとかもあって攻略していくっていうシステムは一緒なんですけど、うんうんうん、もう圧倒的なフィールドがめちゃめちゃ広くて、でいろいろ探索しながら、やっぱ探索が好きなんだ。探索して、で最近のゲームでよくあるオープンワールドっていうのがある。オープンワールド、うん、はい、オープンワールドっていうのがあって、オープンワールドのゲームになっていますね。いろいろもう全然わかんないですからね。いや、わかってますよ。今すごい一生懸命イメージをして今おりましたよ。はい、私頑張って、ね、イメージしてます。大丈夫です、伝わってますよ。まあ、圧倒的な、もう広大なフィールドを、うん、いろいろ探索したりとか、うん、あと大体ゲームってこう順番が決まってたりとかすると思うんですけど、うん、ここ1面に行ったら次2面で、うん、3面でってあると思うんですけど、オープンワールドなんで、うん、なんかどこから攻略してってもいい、行ってもいいんだ、はい、っていうような。それはレベルとかいないんじゃないんですか、その敵のレベル。そうなんですよ、レベルとかはもう特にいなくて、うん、どこから攻略してっても大丈夫っていう、そういうゲームになってますね。そうなんですね。これ僕、本当最近までずっとやってたゲームですね。もう200時間ぐらい。200時間かなりやってますか。かなりやってますね。それだけやり込み要素満載の、面白いんだ、はい、ゲーム。これゼルダってずっと捕まってるんですね。ゼルダね、毎回捕まったりとか、毎回捕まるの、そう、毎回捕まりすぎじゃない、毎回捕まったり、ね、ちょっともうちょっと捕まらないようにね。シーズン全部が全部じゃないんですけど、もう大体捕まってます。だってゼルダは同じゼルダですよね。違うんですか。違うゼルダが。違うゼルダもいるんだ。はい、ゼルダも主人公のリンクも、うん、同じ名前なんですけど。なるほど、そうか、そうですよね。だってね、捕まりすぎ。そう、毎回。でも魔王はずっと一緒なんです。魔王は一緒なんだ。何が強いですね、魔王は。そうなんですよ、魔王は毎回毎回封印されるんですけど、毎回毎回復活するんです。魔王復活しすぎやろ。魔王だけ強いっていう、そういうゲーム。そうなんですね。いや、あとなんかありますか、なんかお好きなキャラとか。まあでも主人公のリンクが好きですね。好きなんですね。はい、魔王も結構好きですけど、結構このブレスオブザワイルドも今、うん、ブレスオブザワイルドの2が開発中なんで。2があるんですね。もう少ししたら出るのか。なるほど、それはもうまたね、400時間やっちゃうみたいな。400時間やりたいですね。はい、はい、いや、ありがとうございます、はい、ね、皆さんもぜひね、ゼルダの伝説チェックしてね、ちょっとゲーム好きな方は、はい、はい、やってね、リタリーね、はい、して天野くんに聞いたりとかいろいろしてみてください。はい、はい、では今日はね、トークだけじゃなくて久しぶりに一人でね、いやー、めちゃめちゃ緊張してます ね、ツインフォレストでね、いつも2人で、はい、最近はやってましたけど、そうですね、一人で、はい、はい、じゃあやってくださる曲は何でしょうか。今日やる曲は、大橋トリオさんの、雫という曲です。はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ではそれでは曲の方どうぞ。雨を見つめてる
しない夜空を二人で見えない明日になるように雨も迷える言葉さえ言わずに歩いた無邪気な私なんで今日はあのリンゴさんのね軽快なトークにちょっとばかりこうやってね愛の手というか、ね、ちょっとばかり愛の手というかね楽しい感じではい、はい、来たいと思います。はい、吉田よしきくんでございます。吉田よしきよろしくお願いします。はい、ではよしよしは今日はね素敵なマーベルをね素敵なマーベル、あちらにマーベルなんかよくわからない統合を飾られてますけどあちらはマーベルではございませんのであのちゃんとこちらに注目していただいてはい、今日マーベルを簡単にね、はい、お願いします、はい、そもそもマーベルとはマーベルとはってみんなね、はい、今日マーベルって何マーベルっていうのはですねチョコレートそうあの粒になってるねいろいろカラフルであの美味しいやつねそうなんですそうじゃないってそうなんですよ違う突っ込むところ忘れちゃうマーベルというのはですね、うんアメコミっていうアメリカのコミックですね。そう疲れちゃう。そんな矢継ぎ早に言われました。ちょっと時間ないから。時間。ごめん。やってやって。マーベルってのはアメコミですね。あのコミックです。でアメリカで1939年とかもう歴史が古いんですけど、うん、その時にできたコミックが元になって。うんうんで、私が今回ご紹介するもの、うん、アベンジャーズ。こちらですね。売り物です。こちらにあります、その映画のポスターをピンバッジにしてるんですけど。ピンバッジなんだ。そうなんですよ。この作品がですね、このアメコミから出てきて実写化した映画なんですね。すごい、いろいろありますね。そうなんですよ。だからいろんな俳優さんが演じて、かっこいい俳優さん。いろんなヒーローがね、出てきた。うんうんでそれが、うんまあ、そのマーベルの
作品になります。あ、そうなんだ、はい、知ってるヒーローとかってなんか私でも知ってるやつとかあります？なんかこっちじゃないですかね。あ、こっち？ここにあのスパイダーマンっていうのがいるんですけど、うん、あ、スパイダーマン皆さん馴染みのあるスパイダーマンは、あのマーベルから出てきた、うんうんね、あ、そうなんだ。あとアイアンマンっていうのが、アイアンマン知ってます、知ってます、これがあのマーベルのアベンジャーズっていう、うん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 、アベンジャーズ聞いたことある、まあ、ヒーローチームの原点みたいなものですね。チームなんだ。そうです、アベンジャーズ。アベンジャーズってのはチームですね。野球チームみたいな、まあ、そうですね。9人以上いるんですけど、まあ、いっぱいいるんですけど。そうなんだ。そうなんですよ、チームで。そうなんです、みんなで。そうですね、みんな最初はみんなバラバラなんですけど、うんうん、まあ、それをなんか勤め上げてるなんかフリーダーみたいのがいて、フリーザー、長官みたいな人。長官いるんですか？長官はね、今日ちょっとここなんかでいないとお休みしてるんですけど。あ、そうなんだ。長官があのみんなを集めて、うん、なんかあのここにいる、うん、ちょっとあの怖いおじさんをね、おじさんをちょっとおじさんこれ、これこっちこっち、あ、こっちこっち、ああ、いた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 、こうすごいのがいた。おじさんはどうした？おじさん触りすぎちゃった。つけといたから私、怖いやつ。ちょ、ここにいるあのおじさんがね、あのラスボスみたいな感じなんですけど。これ？これ？このおじさんをあの倒すっていうのがあの最終的な目標なんです、ね。そうなんだ。そうなんです。え、おじさんは一人なのにみんなで。でもね、おじさんにも手下がいっぱいいるんですよ。あ、です。軍隊みたいにいるんですよ。あ、そうなんだ。宇宙人なんで。宇宙人。そうなんです。え、みんな宇宙人じゃなくて。ね、宇宙人と地球人が今混ざってますね、みんな。あの宇宙人もいるし、地球人もいるっていう。すごい、すごいなんか広い。すごい世界だね。宇宙の話のところなんだね。そうなんだ。そうなんですよ。おじさん強いんだね。おじさん強いです。でかいね、おじさんだけ。おじさんはですね、何メートルくらいのかな。3メートルぐらいあると思います、ね。え、3メートル、ちっちゃ、はい。でかいです。もうちょっとでかい。でかいでかい。でかい。本当にでかい。そうみんな。あ、本当に？まあ、あのこの人たちも190ぐらいはあるんですけど。190から190ぐらいあるんですけど。絶対適当だよ。190適当だよ。180から190ぐらいあるんですけど、3メートルあるんで、この人は。3メートルでムキムキなんで、大体強いです。そうなんですよ。で、ゆうきくんもあるんじゃん。そうですね、でも155しかない、多分あのすぐこうやられて終わりだと思うんですよ、僕は。僕、背が小さいんでね、多分あのそもそもいたかなってなっちゃう。ゆきくんはベンジャーズじゃない？吉田みたいな、こんなここにいるのに、みたいな。ちょっとマーベルの話をしてもらって。ついついね。そうそう、あのね、もう時間もなくなってしまう、ね。そうだね、はい。やっぱマーベルは、やっぱ今おうち時間だからこそ、うん、おうち時間。そう、あのね、コロナでね、なんかね、そういうことね、こうなんで映画もやっぱ見る時間もね、多少あると思うので、ぜひぜひこれ、あの全部で23作品もあるんですね。要はいろんなヒーローが集まって、その間もアベンジャーズっていう映画があって、全部で23作品ある。一回一区切りついて終わってるので、それの中でゆきくんはどれが好きなの？僕はですね、キャプテンアメリカっていうのが好きです。あ、キャプテンアメリカって聞いた。ここにいるアメリカ人なんですけど。このなんでこれが？この人はですね、もともとすごいひ弱な軍隊に入った時も、うん、すごいひ弱な人だったんです、うん。他の人に比べても小さくて、うんうんうん、ただ人体実験をされて、うん、スーパーソルジャー計画って、それを受けたらムキムキの、おー、まあ、190近くのね、190かな、アバウトですよ。そこはアバウトでいいじゃないですか。ね、で、あの軍隊の中でも飛び抜けて、で、あのいろんな悪を懲らしめるような、あ、そうなんだ。懲らしめちゃうのこれ？ヒーロー、悪いやつ。ヒーロー、ヒーロー、あの悪を懲らしめるヒーローなんだ。ね、なるほどね。そうなんですよ、うんうん、だから彼が一番僕の中でなんか正義に対する考え方がすごい好きなんですよね。そうなんだ。そうなんですよ、うんうん、元から強かったわけじゃないっていうね。あ、それはちょっとね、心をつぶるかな。いろんなヒーローがいるんですけど、だからやっぱりなんか皆さんも見てもらって、ぜひ推しのヒーローとかをね、うん、そうだね、見つけてもらって、うん、あ、私スパイダーマンとか見たことあるんですけど、それはマーベル。そうです。ただマーベル、スパイダーマンもいろんな種類で出してるので、うん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 、実際にここに繋がってるスパイダーマンっていうのは、2作品だけなんですね。うん、
ね。あ、そうなんだ。そうです。そのコロナ禍に絡んできてるスパイダーマン。ああ、そういうこと。一人しかいない。絡まないとダメなんだ。じゃないと、まあ、絡んでた方がなんかこれ全体で見れるというか。うん。なんで。うん。え、誰と誰の絡みが好き？僕はですね、これアイアンマンとキャプテンアメリカっていう。ああ、やっぱりこのキャプテンアメリカ外せないですよ。うん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 、この2人の絡みがね、うんうんまあ、ほぼ主人公はこの2人っぽいんですよね。え、この中で？この中で言うと中心メンバーはこの2人みたいな。あ、そうなんだ。そうなんです。リーダーみたいな。そうですね、よく取りまとめてたというか。へえ、すごいね。この2人、このなんかすごいこうなんか強そうな人たちの取りまとめ。そうですね、このなんかアライグマみたいなの。そう、みんなアライグマはちょっともうあのやんちゃなんでやんか。アライグマもいるんですよ、アベンジャーズに。アライグマだけはだから吉田良樹よりちっちゃいからね。ちょっとえ、これゼルダは、ゼルダはどこに？ゼルダは、ゼルダ、引きずりすぎじゃない？ゼルダ、ゼルダはこれね、あのさらわれちゃうやつじゃないですよ。ゼルダいないですよ。あの倒しちゃうやつなんで、ね、ゼルダいないんだ。ゼルダいないですよ。あ、そっか、ゼルダそうなんですよ。残念残念。こんなゼルダの話引きずっちゃう。え、これダンスベーダーもいるよ。え、ダンスベーダー、あ、これダンスベーダーなんですけどね。ダンスベーダーでしょ。マーベルはどこに行くんでしょうか。え、ね、でもほんと好きだよね、ゆきくんだって。本当にもう、だって口とか地震が起きた時、うん、家にあるフィギュアを真っ先にこうやって買う。え、フィギュアの、今日は今日元々としたんですけど、あ、うん、あの怖いなと思って、壊れちゃったら。え、そう、え、何体ぐらい持ってるんですか、フィギュア。ねこれぐらいの12分の1ぐらいのフィギュアはですね、だいたい40体から50体。そんなに？あの ショーケースに飾って出た。これやばいやつや。あのもうお店みたいにしてますね。これはやばいやつや。来たら家にドン引きするか購入するかどっちかです、ね、いやそうだね。女の子はちょっとね、そうだね、まあオタクだ、これは金使っとるわっていうね。そうなんですよ。なんでちょっとマーベルはおうち時間にぜひぜひ見てもらいたいんで。ほんとね、だってさ、いろいろ身につけてるものとかもね。そうですね、私あのほらマーベルショップとか、あ、もう行っちゃいます、ね、行きますよ。そうなんですよ、うん、ぜひぜひ。結構いいね、手頃なところでね、はい、買えたりとかね。ぜひぜひ見てください。ありがとうございました。楽しかったです。楽しかったです。あと30分ぐらい欲しかったです。はい、ということで、はい、いや、マーベルの話だけじゃなくて、歌もね、歌ってくださるんですよね。はい、はい、では曲紹介の方お願いします、はい、吉田良樹のオリジナル群青キャンパス聴いてください。はい、本日はありがとうございました。それでは曲の方どうぞ。今日はご覧いただきありがとうございました。吉田良樹でした。オリジナル群青キャンパス聴いてください。こんな世の中ですけど、いつもの日常にまた戻れるようにみんなで頑張って乗り越えていきましょう。よろしくお願いします。Yeah, I'm new.
描き続けてきた君の手のひら、どんな色重ね合わせた過ちも弱さも全て抱えて生きてほしい。壁を乗り越え深呼吸をすれば広がってくよ新しい地平線。僕らがまだ見ぬ未来は雲の切れ間のその向こう、加速してゆく確かな衝動を繰り出した。雨のしずく光の粒に変えたな。明日はきっと輝き出すから、僕らが夢見た世界は何光年先にあって、目を背けては怯えた日々でも溢れ出したこの想い、群青色のパノラマ、滲んだ空もいつかは塗り替わる。ありがとうございます。いやー楽しかったですね。ゲラゲラゲラリンゴ、次回はまたできた時はもう一回マーベルをおすすめできたらいいなと思います。30分枠ぐらいでね、いけたらいいなと思います。ぜひぜひおうち時間を利用してマーベル映画見ていただけたらなと思います。みんなで頑張って乗り越えていきましょう。ありがとうございました。吉田よしきでした。ありがとうございます。準備してくださったりとかね、なんかすごいなんか本気度を感じました。すごいさすがね、なんか男の子だってね結構ハマりやすいとかね、そういうのね、収集ね、しがちとかねあるとか、まあやっぱりね、私女の子ですけど、女の子って言っちゃったけどやっぱりちょっとね、やっぱりそこら辺はね、男の子野郎たちだなっていうね、なかなか興味深い話が聞けました。本当にありがとうございました。いやー今回ね結構これ面白かったのもあるんですけど、実はですね、今回のパターンのまた不思議な世界じゃないや、知らない世界のね出たいっていう方がもうねすでに決まってるんですよ次はなので、またちょっと近々このパターンの、パート2バージョンをまた配信したいと思ってますので、また次回もお楽しみにしてください。はい、本日皆さん、ゲストの皆さん、そして見てくださった皆さん、本当にありがとうございました。なんかこんなね、なんか緊急事態宣言が出るときちょっとゲラゲラリンゴをねやってるんですけれども、なんか本当にちょっとでもね皆さんにね、なんかこう明るいなんか笑いがこつられたりとかね、ほっこりあったかくなったりねしてもらえたら嬉しいなと思います。また近々やる予定なのでよろしくお願いします。では最後にゲラニッポンを歌って終わりにしたいと思います。それではミュージックスタート。
も見えずもがいて疲れてトンネルの中、夢や希望や光も見えずに崩れて泣いてた。神様どうして私にばかり試練をくれるの、前も後ろも右も左も上も下も行く当てが見えなくても、立ち上がれ Wake up Wake up Japan Get up Get up 日本、起き上がって二度寝してそれでも起きたら Wake up Wake up Japan Get up Get up 日本、笑う角には吹き飛ぶランランラン、そんなの知ってる。空を見上げて深呼吸しましょ、カラスも泣いてる。自由歩幅でバンズにステップハードル越えよう。君に追い風が吹いて勇気と笑顔をくれるよ。前も後ろも右も左も上も下も行く当てが見えなくても、立ち上がれ立ち上がれ Wake up Wake up Japan Get up Get up 日本、起き上がって二度寝してそれでも起きたら Wake up Wake up Japan Get up Get up 日本、笑う髪が吹きたるありがとうございます。